森川智之は日本の男性声優、歌手、タレント。東京都生まれ、神奈川県出身。アクセルワン代表取締役。1967年東京都に生まれ、神奈川県川崎市と横浜市で育った。横浜での小学生時代には、同じ町内の内見健治に商店街で握手をしてもらい、声優になってからは、スタジオで出会うと、おう、地元のスター。 と、冷やかされたという。幼少時は逆立ちもできないほど巨弱な体だったが、小学生の高学年頃から体を鍛えることに、目覚め、放課後はずっと鉄棒にぶら下がっているような少年になった。中学時代は、テニス部に所属しており、それと、並行しながら、自分で貯蓄した小遣いで、トレーニングジムに通い始めた。日本体育大学エバラ高等学校時代は、 アメリカンフットボール部に所属していた。体育教師になることが目標で、大学はスポーツ推薦を目指していたが、夏の合宿の練習中に首を骨折する大怪我を負う。結局首の痛みにより、アメリカンフットボールを断念。何か別の形で、スポーツに携われないかと考えていたところ、部活で声が大きいと言われていたこともあり、スポーツの実況アナウンサーを志し、 アナウンスの学校を探してパンフレットを手に入れたところアナウンス科より声優科の方が扱いが大きく楽しそうだったため声優に転校ただし授業料が高かったためその学校ではなく勝田声優学院に入った勝田声優学院では高木渡る大西武春三石ことの横山千佐菅原翔子ネタニ道子らと同期生しかし 稽古があまりにも厳しく帰り道はみんなで泣きながら帰ったという。同学院では生徒として受講する一方で入所直後から発生の講師を任された。本業が多忙になって継続不能になるまでの約5年間講師を続けた。教え子に関智和、小西勝幸、平川大輔などがいる。その後も特別講座のゲスト講師やゼミ講師などとして 自分の会社を思った後も関わり続けた。声優デビューは外国人向け日本語教材のナレーション。アニメでの最初に名前のある役はダッシュ。四苦労の加藤俊。吹き替えでの最初の主演はパイレーツこの恋、下記厳禁。もしくはダンシングヒーロー。2011年4月1日、デビューから長年所属していたアーツビジョンを退所し、 アクセル1を設立。設立時メンバーは福山純声優アワードでは2015年の第9回で助演団優勝。2019年の第13回で外国映画、ドラマ賞を受賞した。2017年1月9日、テレビ朝日にて放映された人気声優200人が本気で選んだ。声優総選挙。3時間 SP で。 第12位に選ばれる。性質は低く響く高質な声と評される。正当派の2枚目役から3枚目役、親父キャラクター役まで演じる。キャリア初期からナレーションや映画の日本語吹き替えをしており、人気ハリウッド俳優を多く担当している。洋画の吹き替えではトム・クルーズを専属で担当している。彼を吹き替えるようになった最初のきっかけは、 トムの出演作である、アイズワイドシャットの DVD 収録用の吹き替え、声優を決めるオーディションで合格したことであり、その後は、彼の出演作のテレビ放送版の吹き替えを主に、言っていたが、2003年公開の、ラストサムライ以降は、トム本人に公認されたことで、彼の吹き替えを専属で担当するようになった。ちなみに、アイズワイドシャットの日本語吹き替えを実際に聞いた、トム本人から、 世界で一番美しいと絶賛され、海外のプロデューサーからも、日本語が一番良かったと評価されたことで、トムが劇中で着用したマスクをプレゼントされたという、逸話を持っている。高青年、二枚目、お調子者、歌うように幕し下てる黒人など、演技の幅は広く、トム・クルーズの他に、ユアン・マクレガーや、アダム・サンドラー、キアヌ・リーブス、ジュードロー、マーティン・フリーマンは、 専属に近く、ブレンダン・フレーザー、クリス・オドネル、オーエン・ウィルソン、コリン・ファレルなどの吹き替えも担当している。また、過去には、ブラッド・ピットや、ヒース・レジャー、ポール・ウォーカー、ジョシュ・ハートネットなどの吹き替えも担当していた。堀内健優と、平田博明、宮本光と同様に、トム・クルーズとブラッド・ピット、ジョニー・デップとキアヌ・リーブス両者の吹き替えを、 担当している数少ない人物である。BL 作品に多く出演しており、自他共に認める BL 界の帝王として広く知られている。元の地声はやや高めで、役生とのギャップがある。強い声帯と腹筋を持ち、マイクを壊すほどの音圧のある叫び声を出せる。声優界でのあだ名は、生肉先輩。2002年くらいまでタバコを吸っていたが、以降は止めている。 止めてから、肌も健康になりましたよとのこと。愛犬の名前は、森川、ウィリアム・アクセル。犬種は、ラブラドール・レトリバーで、誕生日は2001年1月11日。立ち上がると、森川の肩に届くほど大きい。犬を飼い出してから、他人に対して、面倒見が良くなり、人間の子供にも優しくなったという。2009年10月25日に8歳でエミ 2006年秋から半年くらいの間に約1 0ラム減量し、その後も肉体改造を続けている。小学生の頃少年野球チームに所属しており、横浜育ちなこともあって、野球では根強い横浜ファン。また感染していた時に突然中畑清監督に頼まれて、スターティングメンバー発表をさせられたことがある。戦国バサラで、 片倉小十郎役を担当した縁で、片倉の領地であった宮城県白石市を第二のふるさととして大切にしている。東日本大震災の折には、白石市を通じて、個人で100万円を被災者へ寄付したほか、同市で毎年行われる、鬼小十郎祭りにて弁当で参加し、祭りを盛り上げることによって、復興への協力をしている。震災が発生した2011年の、 第4回行き、小十郎祭りでは、メインイベントである演舞で使う、欧州片倉組演舞工場を、自らの声で収録した、ゴールドディスクを送り、また自らのファンクラブが主催する、イベント、お前らのためだろ。で募った、義援金を、白石城修復のために託した。その後も、お前らのためだろ。では、義援金を募っており、毎年の祭りで、 宮城県と白石市へ送っている。お前らのためだろ。の会場に用意される募金箱には、その会のイベント参加声優によるサインがメッセージと共に書かれるので、撮影するファンも多い。2014年参加の鬼小十郎祭りにおいて、白石市アンバサダーに就任することが発表された。任期は2年である。2016年の熊本地震の後には、 白石宣告武将対応州片倉組が熊本自身復興支援のために行った募金活動に参加し、また、お前らのためだろ。デツノル、義援金も白石氏と相談の上、熊本のために集めると発表した。ルパン三世に多大な影響を受けて声優になったものの、そのアニメ本編にはまだ出演していない。ふとじはメインキャラクター。担当俳優映画、 ドラマアニメその他、テレビ番組はインターネット配信。映像商品付録、映像特典等はインターネット配信。ドラマ CD ゲーム派生ドラマ CD をとめ向け、シチュエーションドラマ CD、BLCD ラジオ、トーク CD。ありがとうございます。